日だ小坂駅は岐阜県下路市小坂町大島にある東海旅客鉄道高山本線の駅である。普通列車と一部の特急、日だが停車する。小坂温泉郷と御嶽山と山口の玄関駅であり、駅前には農費バスのバス停がある。かつては駅の南にある貯木場を起点とし、御嶽山方面へ向かう森林鉄道が存在した。 貯木場までは専用線が付設されており、そこで木材の積み替えが行われていた。森林鉄道廃止後も1977年の貨物取扱い廃止まで、トラックで木材を貯木場へ運搬し、貨車へ積み替えていた。ホーム島式ホーム一面二線を有し、列車交換が可能な地上駅。ホームの東側が一番線、西側が二番線となっており、一番線にゲロ。 名古屋方面行きの上り列車が2番線に高山方面行きの下り列車が停車する。2番線は上り列車の発着も可能な構造になっている。また、補線車両の留置線が1番線から分岐する。下り列車の場合、ホームの有効長が短いため、車両を増結した重量編成の特急列車では、後方の1車両のドアを開閉しない。上り列車については、 ホームの有効長が高山本線内の最長の重量編成に対応できているので、この措置は取られない。ホーム上に待合室がある。駅舎は構内東側にある。開業当初からの駅舎は丸太作りの山小屋風であり、中央本線の大月駅と並び称される。正面には神社の神殿にあるような地儀が設けられている。このような設計となった経緯は、 霊山である、御嶽山の飛騨川の登山口で多くの登山者があったことと、豊富な森林資源があったためである。この駅舎が評価され、中部の駅100選に選出された。駅舎とホームとは開業当初より地下道で結ばれている、下路駅管理の無人駅。かつては、東海交通事業が業務を行う、簡易委託駅であったが、2011年3月31日を、 持って、無人化された。それまでは、マルスタ末マツが設置されており、緑の窓口の表示がないのにもかかわらず、座席指定券の購入が可能であった。改札外待合室に、飲料自販機、改札内に、男女別推薦トイレが設置されている。一時期高山本線の終着駅であったため、転車台も設置されていた。 全通後の冬には除雪車が高山駅から当駅まで運転され、転車台にて方向転換されて高山駅へ戻っていた。使用されなくなった後も長く残っていたが、昭和末期に撤去された。国道41号から駅を俯瞰した構図は JTB 時刻表の表紙や高山本線の紹介記事などにたびたび登場している。岐阜県統計所とゲロシデータ州によると、 近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。小坂町の中心部にあり、住宅が多く駅の東側は商店街が形成されている。駅前に丸型郵便ポストとログハウス調電話ボックスがある。ありがとうございます。